2023年7月の22日、田王寺駅から西宮北口インターチェンジのところへ向かって歩いています。この辺りももともと本当は左手にあるように竹が生えてたんです。でそれをどこかのどこの業者か知りませんよ、どこの議員が許可出したのか知りませんよ、わけわからない工事してる。人口は少子化、今更出店しても借金の山が増えるだけ。この日をあなたたちに弁済してもらいますよ、あなたたちの給与から。で法律でも議員の方が給与全員半減、小池知事のように当たり前。あなたたちの親とか族議員の人たちがいるでしょ、こんなむちゃくちゃな世の中作ってきて消費税上げてきたんだからね。普通に僕がかまど発電で言ってるようにしっかりとかまど発電の裏見なさい。ホームページ淡井圭介の履歴の各議員が YouTube で喋ってる内容とかその努力。君たちは車に乗るから人間ダメになるんだよ。社会のこと何も分かんなくなるから、もともと分かってない連中なのに法の悪用ばっかりしよう。竹の林を残していれば枯れ竹先に回収しておけば新しい竹が生えてくるでしょう。それ燃やしてかまど発電だったんですよ。各高校大学の運動部のあるところに設置する、最初から言ってるでしょ。誰情報ねじ曲げたん。自然に生えてこなくなるでしょう、こんなことしたら。資源が手に入らなくなるでしょう。頭悪いよ本当に。効率性とか何にも頑張ってこんかった、書類書いてばっかりおる連中やから全然努力の仕方分かってない。